はい、どうも皆さん、卒業試験へようこそ。どうもネミルプです。はい、ということで 917K という 917K、の新車でスパフラグコルシャンを走ると、スパ走り慣れてる人からすれば楽勝じゃんっていう感じになるんですけども、走る車旧車です、どういう挙動するか全くわからないので、今回初乗り、しかも初乗りでタイムアタック最終試験ってこと、はい、難しいですね難しいですね難しいですねって言っちゃうはい、頑張りましょう。ちょっと水浸しなのえぐくない？はい、水浸しなので変なコース走ると行くってやつですね。えぐいぞこれは。でもさすがレーシングカー、よく止まる。だいたい100かな、やっぱだいたい100ですね。ここイン取りすぎちゃうと、あ、ジャバジャバっつったな。あ、遠赤使えないや、これ厳しいぞ。大体100。遠赤使えない、やばい。乗るとうわー怖え、これ、うわわ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 、ここはあんまり、うわあ、遠赤使っちゃいけないのに。恥さらしが。ガルフ。いやガルフ。いやーこれ厳しいぞ。まだここクリアできてないからね。あー、バカ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 、なんで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 、遠赤乗っちゃダメよ、遠赤ダメよ、遠赤ダメよ。遠赤ダメよ。ビビる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 、オッケー、ビビる、オッケー。これ難しい。行く行く、端っこ使えないからな。ひとまず濡れてない場所。ああ、ああ、
危ないよ、本当に。変な声出ちゃうよ。濡れてない場所、濡れてない場所、濡れてない場所。濡れてない場所。出てない場所ってなんだよ。アクセル全開。マジ濡れてない場所探すのやばい。アクセル全開。マジ濡れてない場所探すのやばい。ムカつくんだよ。ないので今こうなってると。なんていうのこれ、難しいよ。冗談じゃない。黙れ、お前に何がわかる。いや本当にやばいな、どうしようもねえな。大丈夫かな。あ、すいません、ご飯食べてましたね。よし、初めてクリアした。もうちょっとだ。ここまで到達するのに1時間かかってます。
いやー、1時間でこれか、きついな。やったー、クリアした。はあ、マジーきつかったー、ありがとう。はあ、本当にこれしんどかったー。いやー、きつー。あー、マジで。あー、1時間もずーっと走り続けて、でちょっとね、あのご飯休憩入って、うーん、そっからお腹空いてたんだな、多分な、俺がな、うん、お腹空いてたからこうやってもうで力が出ないってもうね、なってたんだろうな、うん、ご飯食べた瞬間ね、 2,3 回でクリアできちゃうっていう意味がわからないよ。うん、そういうことだね。うん、ご飯のパワーね。だから皆さんもね、もうグランツーリスムやるときはね、絶対にご飯を食べればね、タイムが出る、ここに証明されたよ。ああ、まあ食べ過ぎは良くないけどね、適度に食べてくださいね。お腹がいっぱいになりましたっていう、あー食い過ぎた。はあ、なんてことしてくれてんだ。あ、最終試験にふさわしい、しかももう何きつい。水たまりばっかり、これ見るたびにはすげえな、リアルだね。
水たまりしかないんだって。やばいよね。まあ、濡れてんだよここ。やべえよ。よく耐えた。あそこ耐えてたから、あそこ耐えてたから今のタイムがあるわけで、あそこ耐えてなかったら終わってたもんな。いやいやー気持ちいい。クリアしたからいいよ。これは何もらえるんだ。いやースーパーライセンスやったー。難しいよ。わ R8 LMS F419、 これは金じゃないやつね、うん、ブロンズだと思います。はい、金の報酬何？うわこれくれんの？まぶしすぎるって。めっちゃレバーがあんじゃん。いやーほんま、すごい難しかったです。はい、マジか。はい、ということで、皆さんが見てるのは多分ね、30分くらいか、それとも20分くらいだと思うんですけども、実際の時間ですね、僕1時間以上やってます。はい。だいたい1時間くらいかな、やって、で、ようやく、この、スーパーライセンスの銃を獲得することができましたんでね。僕で、これだけ苦しんでるってことは、もっと、こう、やってない人たちとか、初めてやりましたっていう人は、もっと、苦しむと思いますんでね、多分ね投げ出す人も多くなるんじゃないかなとちょっと思ってはおります。なんでね、めげずにやって、お腹いっぱいにしてやればできる、やればできる、いやって感じです。はい、ということで今回はここでおしまいです。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では皆さん、バイバイ。